現在のエヴァンゲリオン。守ってなんかいない。何もかも僕が壊したんだ。罪は自分の意志で償おうとしなければ贖罪の意味がない。宮沢も悪いことばかりじゃない。お前はもう十分みんなのために戦おうた。だってみんなこんなに優しいんだよ。碇くんが好きだから。あんたバカ。ここは私がいるところじゃない。守るところよ。知らない人って初めてだよ。君の名前は？あなたは綾波さんとは違うんでしょ。だったら自分で思ったことをすればいいの。違っていいの。ガキに必要なのは恋人じゃない、母親よ。簡単には涼ちゃんへの思いは断ち切れないわ、ね、ネルフの計画は全て叩き潰す。撃て！君がどこにいても必ず迎えに行く。最後の手段ね。ごめん、死に。また無理をさせるわ。マスカ、僕も行くよ。では始めよう、冬月。ブラコード39。姫、人を捨てる気？泣いてるのは私。マスカ！僕がエヴァ初号機になります。私は今のシンジ君に全てを託してみた。エヴァ初号機再起動。後の大詰めをどう演じる。いかに。玄道君は何を企む。マリ、シンジ君を。あなたは十分に使命を果たした。あとは彼に引き継いでもらってもいいでしょう。碇シンジ君、君は何を望むんだい。僕は僕の落とし前をつけたい。これで自分の認識、すなわち世界を書き換えるアディショナルインパクトが始まる。これまでの全てのカオスにケリをつけます。やってみるよ、綾波。ネオンジェネシス。碇君、ありがとう。